日本のみんなにすごい笑顔とか癒しとかたくさん与えてくれたので本当に感謝してるし、今中国にも会いに来たいと思います。I'm here at Ueno Zoo in Tokyo, where the famous giant panda Xiang Xiang lives. February 19th marked the last viewing session for Xiang Xiang. Xiang Xiang was born here in 2017 and has gained huge popularity among Japanese people ever since. Japanese people have been lining up here to bid goodbye to this lovely ambassador of China-Japan friendship.特別なパンダです。ありがとうございます。ありがとうって感謝の気持ちがいっぱいです。それまでの間しばらく、お預けなんですけど、それまで元気でいてねという気持ちをエールを送っていきたいなと思います。週末仕事が休みの土日は絶対ここに来ていたので、もう多分何百回と会ってると思うんですけど、健康に幸せに育ってもらえればいいなと思います。今まで2歳で帰る予定がコロナの関係で5度延期して5歳になっちゃったけど、その分日本のファンは可愛い姿をいっぱい見れて、ファンシャンシャンには感謝してます。